2023年には自身初の開幕一軍スタートとなった韮澤選手。45試合に出場し55打席と打席数は少なく打率も1割4分と上がらなかったものの、押し出しサヨナラ四球を選んだり、バワー選手チア、ファーストの守備でもいいものを見せてくれていたよね。さらなる成長が楽しみな選手じゃな。それでも今季は打撃で苦戦していて2軍でも打率は2割少しと低迷。開幕直後こそ猛打賞も多く、一時は2割後半も記録していた記憶があるんだけど、なかなか思うようなバッティングができていないみたい。そして育成の前川選手が台頭してきていることもあって、ショートでのスタメンも少し減ってきてるんだよね。強勝者からの。それでも先日のウエスタン戦では今季1号ホームランを放ち、長打が出ていなかったので、スイングを大きくしようと取り組んでいた結果が出ました。とて応えを感じた一打になったそう。昨年はショート、サード、セカンド、ファーストを守り、ユーティリティも武器の一つ。現在は二股選手がその役割を担っていることから、二軍での打撃が復調するかどうかが一軍昇格の鍵を握っていそうだね。一本出た日の、これから上げてほしいわい。大卒1年目世代の韮澤選手、同級生の佐藤圭介選手に負けじと一軍昇格をつかみ取ってほしいね。ということで、試練の年となっている韮澤選手のお話でした。